行こう。はい、じゃあおやつの時間です。待望のおやつの時間です。これ買ってきました。これってなーに。これね、これってなーに。なんか久々だねこれね、うん、これあアメリカンドーアメリカンドー神戸か。いいねこれこれ、はい、やっぱね上がりますね。これね垂らさないようにしないとね。あ、これちょっと慎重にピュッてね。ピュッてね。これ考えた人もすごいよね。ワンタッチで。ワンタッチでね。うわ。やっちゃった？うん。大丈夫。これからね。全部絞り出しましたね、うん、よし、いやアメリカンドーグ、うん、うまいね。おいしい。なんかいいね、うん、たまに食べるとおいしいね、うん、多分これさっきからね取れ高的にはもう1時間半ぐらい回しっぱなしなんですけど、でもうみんな消してるよ、見てない。うん、なんでアメリカンドッグっていうのかね。やっぱりアメリカから来たのかね。でそれを最初に見た日本人が、なんだろうね、うん、ドッグってなんだ。犬？いや、ホットドッグのドッグもなんだろうね。犬？なんだっけ、あれダックスフンドみたいに見えたからだっけ？知らないよ。あの本当？不確実な情報ですからね。うん。うまいね。うん。おやつってそういうもんだ。お腹いっぱいにするもんじゃない。本気で食べちゃいけないの。おやつって、うん、英語でなんだ。あっちにもおやつ的なティータイムとかそういう感じ。なんであれでしょ。昔は1日2食だったから。うん、ちょうど小腹がすく3時ぐらいに、うんうん、なんか食べようっつったら、うんうん、このカリカリが美味しいの。カリカリが、あ、そこね、うん、そこをおろそかにしちゃいけないよ、うん、何か。なんとカックン、これじゃ終わらないのさ。ん、まだなんか出てるのかな、うん。すごいね、あのコンビニのさ、うん、やっぱフェイス一つで売り上げが変わる、その戦場を見たよ今。あ、選ぶ視点で見ると攻めてくるよね、いろんな名前と写真と、うん、そんな激戦を勝ち抜いた、うん、タンクポップ枠に選ばれたお菓子、うん、もう完璧だね。こうネーミングから写真から完璧だよね、うん、価格から100円。100円ね。風味豊かな一口チーズタルト。あ、やっぱりなんかさっきチーズおかきとか言ってたから、そうそう、それでチーズ食べたくなっちゃったんでしょ。そうで、ちょっと甘いもの、うん、このね、やるよね。チーズタルトだけでいいんだから、説明するとしたら、うん、風味豊かなとか言っちゃってる。で、もうさらにしっとり焼き上げました、うん、3種のチーズ 10% 使用、うん、10% だけのことにね、そんな言わなくたっていいのに、うん、そこまで言って手に取らせるんだから、うん、で100円なんだから、
ちょっと待って、これ不利になるから私が食べ終わってから開けましょうね。どうぞどうぞどうぞ、おどうぞおどうぞ。これね、あれ一部の人にしか通じないと思うんですけど、 ですけど、おどうぞね。ここでしょ。そう、そのカリ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 が美味しいんですよ。カリカリくん、カリカリくん、それアイスだよね。いや、カリカリくんだから似てるけど違いますから。全部嬉しそうな顔してますけど風味豊か。お一つ、はい、あ、中吉ですね、それ中吉、はい、あ、大吉です、うん、はい、こういう感じの、しっとりしてますね。あ、ほんと、うん、クッキー、うん、だからしっとり揚げ焼き上げましたって書いてあるから本当でした。タルトだって言ってんのに、タルトだって言ってんのにクッキー。そういう人いるよね。てっきり硬いもんだと思ったら柔らかかったですね。うん、うん、しっとりしてる。だから言ってんじゃん。しっとりしてますね。クッキーこれ。いや、タルトみたいですよ。タルトってなんだ。わかんない。タルトってさ、なんかもっとこう波打ってるイメージない？こう、あ、そう、うん、調べてみ、タルトってあんまりよくわかんないですね。ビュッフェ、なんかビュッフェ、ビュッフェ、ビュッフェはあれか、食べ放題みたいなやつか。ランチビュッフェ、バイキングとどう違うんでしょうね。なんか何語とかの違いじゃないですかね。あ、もうこれもうなくなっちゃう。いいよ、1個でいいよ。え、嘘でしょ、1個でいいの？もう1個ぐらい食べた方がいいよ。だからこれ1個か2個食べれば十分じゃないですか。うっそ。え、でもありかんだよ。いや、高校生でもおいしい。なんか余計お腹空いてきちゃった。ね、30円です。松節取ってきたらなんかカレー食べたくなっちゃった。カレーね。そういえばカレーも当たったじゃん、この間。ほら、俺がポロシャツ当たったの、うん、飛行機当たったの言ってましたけど、うんうんうん、カレーも当たったんですよ。ね。あ、カレーは当たってねえんだ。カレーを食べ行って、うん、ラーメンが当たった。そう、うん、カレーを食べに行く、うん、パンだとか、うん、カレー自体だとかいろんなの食べて、うん、でラーメンが当たった。そう、菅野製麺さんのねラーメンが当たりまして。でもかっくんの人生の中で一番の当選って何か知ってる？わっこ、うん、言おうと思ったのに少しなんかさ、ワッコとタンクポップできたのが一番の当たりですね。そうだよ、あれね、知らないうちに、うん、当選して私がこう組んでるんだからね。本当に？そうだよ、くじ引きがね、ちゃんと代理で行われてるんだから、ね、あのワッコに俺が当たったんじゃなくて。あ、そうなの？私抽選したの？じゃあして他が良かったちとか思ったの？じゃあ違う、ワッコが抽選したら、うん、なんかギター弾ける、たまたま俺が引っかかったの。あ、もうそういう意味で言うと、うん、どうかもしんない。うん、だからいいんだよ、あの2人揃ってタンクポップなので、うん、あの2人揃ってないとダメなんです、うんうん、そうだね。アメリカンドッグで言うと、うん、周りのふかふかと長野ソーセージ、うん、どっちかだけでもね、うん、ソーセージ棒も必要だし、ソーセージだけだとジャンプフランクになっちゃうのは成り立つね。周りいらないか
ふかふかいらないか。いや、だからそれぞれ別々では、うん、別々でもいいんだけど、ふかふかだけじゃちょっと売れないよね。揃った時にタンクポップになるんですよ。わかった、うん、だから これだ、今で言う、からしとケチャップのでからしとケチャップ、うん、でもからし好きな人もいるしね。そうだよ、これさ、うん、あのさっきのプシューってやってさ、うん、どっちかだけでいいんだけどって場合どうなの？両方、うん、でもうまくってやると両方出ちゃうけどね、うん、あ、だからもう割とそのからしといっても、うん、なんだろう、滑らかな、うん、食べやすい辛さにしてあんだろうね。まあ、からしっていうかあれ粒マスタードか、マスタードか、粒マスタードと、うん、ケチャップ、うん、何個食べればもういいよ、お腹いっぱい。どう、やっぱり男の人と違うのね、うん、女の人ってね、これこういうの別腹でしょ、なんならこれ2袋ぐらい食べれるでしょねえ。だから僕デザートとかさ、うん、食べないもんね、いらないもん。今飯食って腹いっぱいなのに、なんでそこでお菓子食わなきゃいけないんだよ、うん、さ、そうなっちゃうんですよ。なんかでも最初からデザートまでありますよって言ってやると、うん、そういう心構えで食べてるんでしょ。そうね、だからあるよって言うと、うんうん、あ、オッケーオッケー、あ、それなりのご飯の盛りにしとこうかみたいな、うん、そう、だからご飯でお腹いっぱいになっちゃって、うん、そっからケーキとか出てきても、うん、今いらない。そこがやっぱり女性って、うん、女性ってっていうか甘いもの好きの人ってちゃんと別腹ってできるんだって、うん、なんかこう映像でね、甘いもの出てきてグッてへこむんだよ。だからほら別に男性でもさ、うん、すぐデザート食べられる人もいるけど、うん、俺はもうすぐはいらない、うん、でもご飯はご飯、おやつはおやつ、うん、ちょっと開けたい。そうそうそう。でも逆だったらいけない？例えばさ、今よ、うん、この状態で、うん、カレーライス出てきたら食べられない。食べられる、ね、だからその逆バージョンがありなんだよね。男性ってでまあ今はね、そんなお腹いっぱいにはしちゃってないから、うん、でも秋重視なんだよね、うん、そう、女性はほらだっていろんなことに対応できるから、うん、もともとだけど、うん、ほらいつも何ご飯前に呼び出されて動画とか上がってんじゃない、うん、だからこの間もほらくず切りをいただいた時に、うん、あの時は、うん、まあ食べれば食べられましたけど、うんうん、この後ご飯食べるから、うん、ご飯前にはお菓子というかそれ食べない、あ、基本なのね、うん、私あんま基本とかない人だから。食べたい時に食べる、よくないんでしょうけどね、うん、本当は、うん、なんか本当ね、だからうちのお母さんとかとの動画とかさ、うんうん、最近上がってるけどさ、あれもう知恵は争えないなと思うよね。あれ何結局、うん、全部食べちゃったの？何よ、ケーキ食べちゃうよね。2人でワンホール食べちゃったのね。砂崩しのようにさ、一応さ、ちょっとにしとこうかなって切るわけだよね、うんうん、最初からもう2つに切ればいいと。で半分ずつでこうやって食べればよかったもんね。まあワンホールって言っても、うん、もうちょっとしたね、うんうん、こういうやつだったから。そうかそうか、なんか燃費悪いんだよね。すぐお腹空いちゃう、すぐ食べちゃう、ね、でも人生1回だから、うんうん、あとね、歌ったりするし。そうだね、そう、今日も歌うんですか、どこで。あ、歌うの？歌うの？この後ライブが入ってんの？もしかして聞いてないけど。ライブはないっす。あ、本当？サプライズライブみたいな。ないっす、ないっす。サプライズライブとかだったら本当用意できたらよね、お互い。なんもないよ、後ろ見たってさ。後ろ見たってギター積んでないっすさ。私は可能だけど、わっこ黙ってたんだけど、この後ライブだからって言われても、とか言って、うん、タンバリンがないとか言うぐらいだけど、う
カックにはもうそれは無理だよ、ね、エアギター、もうギターを歌う、ジャンジャカジャンジャンジャン。そうだよね。でもさ、高中さんのアルバムとかさ、一曲こう口パクで、口パクじゃないや、口で歌うよね。メロディ歌えますよ、テケレケテケレケとかさ、うん、出るよね。最初初期の頃何言ってんだろうこの人と思って。だから耳コピーとか楽譜とかタブ譜とかも見てたけど、うん、結局譜面が読めないから、うん、メロディーを覚えてないと弾けないのね。だから歌える、うん、の場合はもう歌えるぐらいにメロディーを覚えないと、でそれと同じように音出せば弾けるわけじゃない。まあそんな感じなんですよ。なんか足んないなぁだからおやつはそういうもんですから、ね、じゃあご飯も食べようね今日。なんかご飯もどっか行きますか、うん、はい、わかりましたあのさ、ミンの辛い回は見なくてもいいけど解除しないでいただけるとだからこれもうさ、本当ね、すごいね、温かい気持ちの、うん、今だと350人、はい、温かい気持ちの350人だよ。そう、350人になりました。どうもありがとうございます。そうね、もうね、謝るよ、もうこのもう私どものようなね、本当、ね、こんなような二人組をね、はい、武道館行くだのね、うん、世界だの、うん、なんだのかんだのね、で今度はフェス会とね。そう、ミュージシャンのくせに、あの、うん、全然音楽ネタが上がってないじゃないかっていうねそれをねこうやってね、うん、見てくださってるんだから ね。そう、あ、そういえばそろそろあれかな、ちょっと新しい秘密兵器がそろそろ届いてる頃かもしれないですね、うちにね。ラジコン飛行機、ドラえもんまたやりたくなっちゃった秘密兵器、ラジコン飛行機ね、秘密兵器なんだろう、バズーカ砲ですか。バズーカ砲、ね、私オレンジのバズーカ砲持ってるけどね。あ、ありますね、元気とか書いてあるやつ、うん、あ、ラジコンといえばほら、うん、台車のラジコンと、うん、ラーメン屋台のラジコンも持ってますからね。ラーメン屋台のラジコンぐらいだったら私でもね、いけるからね。あれはほら墜落しないので、うん、私ね、もう本当に墜落させる自信ある。そういう飛行機類。私もなんかすごい自信ない。あれだってみんなさ、こうね、うん、丁寧にこう、はい、可愛がってるラジコンなんでしょ、みんな。私絶対怖いわ。いや、だけどラジコンって、軽く作って壊れやすいから、うん、壊れても直しやすいんですよ。あ、そうなの？あの、軽く壊れやすいように作ってるんで、基本的に。そうなんだ。飛ぶもんだから、うん、軽い方がいいんですよ。そうなんだよね。だからまあ、うん、飛ばなくても車でもほらレース車両とかはさ、軽量化っつって、うん、シンプル軽量、うん、あの余計な内張りとか全部取っちゃったり、うんうんうん、あのボンネットなんかも軽くしたり、うん、まあどっちにしても軽い方が有利なんで。そうなんだ。あのね、鳥人間コンテストでも、うん、あの軽くね、そうそうそう、シンプルに美しい、うん、その車体、車体なんていうの、機体ね、機体ね、機体のものって、うん、専門家が見るとあ、これは飛ぶねって分かるらしいですよ、うん、ね、あのこう記念だからって、うん、なんか旗つけたりなんだかんだやってるやつは、まあそういう部分もあるけれども、うん、結構こうベジャーンって落ちちゃったりする。まあ、鳥人間コンテストっていう、あ、29歳知ってていいのか分かんないけどあれも出たかったものの一つだよね。ね。仮装大賞でよっか。仮装大賞。仮装大賞金ちゃんの。あれまだ募集してんじゃない。え、今やってないっけ。どうなんだろう。仮装大賞超出たいわ。いいかもね、面白いかもね。仮装大賞8番、うん、越谷のネギ。ネギ。ネギ。いいね。わかんないからみんな。わかるようになった。なんだろう。いいね。仮装大賞出たいっていう人、ここあの どこだよいや、もうそういうの大好きなんだよね私。あ、タンクポップフェスで仮装大賞、うん、仮装大会。あ、そうだよ。だからほらガムスマイルハロウィンとかではさ、うんうん、あのハロウィンの仮装で集まってもらったけど、あ、本当の仮装だよねあちらだからタンクポップフェスはもう、うん、
もう何でも何でも仮想大会いいね。何が出てくるかわかんないですよ。何でもいいの。あ、でもなんかテーマ決めた方がいい かタンクポップにちなんだものとかに、せめてタンクポップフェスならさ、タンクポップの曲名にちなんだものとか、うん、で限られてくるけどね。みんなネギとか緑に塗ったりとかさ、あのみんな頭剃ってきたらどうする。もう逆になんかさ申し訳ない。それいいけど一番簡単ですけどね、うん、いやでもねえ、いろいろワクワクですな、うん、それはね。ね、いいですね。いいですね。はい。おいしいぞ、出来上がり。ポンポンポポポンポンポンポポポン。熱いうちに召し上がれ。やけどすんな。